こんにちは、シーバードです。今回はボスのスーパーコーラス CH1 とコーラスアンサンブル CE5 を千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。どちらも長きにわたり発売され続けているスーパーコーラスとコーラスアンサンブルなんですけれども、なぜボスは2台同時にコーラスを走らせているのか、そういったところがですね、ちょっと僕も気になりましたので、今回2台借りてきて鳴らし比べをしてみました。どんな違いがあるのかなというところで、歴史的にはですね、コーラスアンサンブル CE の方が長いですね。そもそもこの CE5 の初代 CE1 がコーラスの中でも一番古い機種になります。なのでもう完全に長老ですね。 CE1 が長老で、それを受け継いでいるのがこの CE5。 CE2 もですね、技が出たり、 CE3 に関しては僕も使ってるんですけれども、かなり名機として知られております。その直系がこの CE5 ですね。この CE5 というコーラスがありながらも、ボスが新たにリリースしたのがこちらのスーパーコーラスなんですよ。コーラスアンサンブルと同じものだったら CH1 として CH シリーズを発売する必要はないので、もちろん違いはあると思うんですが、まずつまみから見ていきましょう。この CH1 は非常にシンプルで、 E レベル、エフェクトレベルですね。ボリュームではないです。エフェクトのかかり具合のレベルになります。そして EQ、 レイト、デプスというふうな感じで、レイトがスピードで、デプスは深さになります。コーラスアンサンブルは左からエフェクトレベル、そしてレイト、デプス、フィルターというふうになっております。つまみの位置は違うんですけれども、レイトとデプスに関してはこれ同じ機能です。フィルターが違いますね。スーパーコーラスは EQ になっておりますが、コーラスアンサンブルはフィルター二軸になっていて、ハイとローがいじれるようになっております。しかもこれフルにした状態がフラットということで、こちらご覧ください。なのでこの状態でフラット状態と、ここに書いてますね、カットかフラット。コーラスアンサンブルが分かりやすいんですけれども、ハイにかかっているコーラスを切りたい場合はこうすると、逆にハイだけかけてローにかかっているコーラスを切りたいときはこういうふうにすると、非常に便利なフィルターとなっております。でこちらの CH1 は EQ というふうになっていて、イメージ的にはですね、ハイを切っていくというふうなつまみになっていると思います。鳴らした感じのイメージとしてはですね、この CH1 はハイの抜けが良くてちょっと爽やかな感じでしたね。 CE5 はちょっとえぐみがあるようなかかりの強いコーラスです。まあ、名前のイメージだとね、スーパーコーラスっていう方が若干強そうなイメージするんですけれども、えぐみはこちらのコーラスアンサンブルの方でした。まあ、その辺のですね、鳴らし比べはこの後お聞きいただけたらなと思います。そしてもう一つのおまけ企画として後ろに控えているのが、そうです、ズームの MS50G。 こちらにスーパーコーラスのモデリングが入っているので、動画の最後にですね、アナログのスーパーコーラス CH1 実機とズーム MS50G のデジタルモデリングのスーパーコーラス、鳴らし比べてみたいと思います。
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。エフェクトのえぐみ自体は CE5 の方が強みがありましたね。 CH1 はハイが強いという感じのイメージで、 CE5 は全体的にえぐみがある感じでかかっていくというふうなイメージでしょうか。そして一番の違いはここですね。やはりイコライザー、 CE5 は二軸になっているので非常に操作がしやすかったです。スーパーコーラスに関しましては12時状態、これでもう十分な感じのコーラスを与えてくれるというか、完成されたような感じがしました。